皆さん、こんにちは。メッシュ作り、カプエラズワードル東京。今日のビデオはカポエラとインターネットのインフォメーション。まあ、多分これ喋ったらちょっと年上の人みたいけど、まあ、頑張りますよ。今のカポエラ人がインターネットからいっぱいインフォメーションあるんじゃないですか。それで、このインフォメーションどうやって使うと、これいいこと、悪いこと、 どんな感じが話したい昔、私カプラ始めて、まだ大きいの VHS のカメラしかない。それはめっちゃ高かった。僕は買わないから、まあ本当には友達から、あの、合ってる、おッが合ってないとか聞こうしかないよ。今日はもう自分の携帯からすぐビデオ撮れるよ。すぐ自分の技術が見える。 それがすごいいいものと思いますよ。それで自分でビデオ撮って、あ、ゆっくりスローモーションとか、あの、あ、技術どうやってやるが、あの、勉強しますよ。僕も授業で、あの、ちょっともっと高いの iPhone マイク使ってる、それで生徒たちは自分のあの、音楽のクオリティもっとチェックできるよ。もう本当に昔、私は VHS のビデオ買って、もう昔5000円ぐらいけど、大学の時で5000円たおっきいのお金。でも何回ビデオ見て、何回ビデオ見て、それで私たちが一回のことを覚えたら、例えば新しいの技術、めっちゃ嬉しいよ。でも忘れないで、カプラが時間かけるね。インフォメーション見たら忘れないで、体に取り込んで、 自分のものして。それ一番大事。最近人がいっぱいインフォメーション入ってる。え、すぐ忘れるよ。俺すぐわかんない。どうやって使うインターネットがいいことけど、先生からちゃんと聞いてみて。これ合ってるこれ合ってないあと自分のビデオ撮って、まあ、自分で覚えてるどうやって見るよどうやって勉強するいっぱい人は、あの、インターネット見て、 見てる見てる、考えてるわかるけど、本当にいっぱいと考えてない。いつも生徒に言ってるね。例えば新しいのを技術覚えたら、もしほダ使ってないで意味ない。カプエラじゃない。例えばカプエラでモータル、バッチュでしょでも、もし何年バッチュバッチュレ練習して、でもほダ使ってない。それはバッチュモータルじゃない。カプエラの言葉。考えてこの技で。 僕ヒップホップダンスをやったら僕はヒップホップでやってバクチューやったらそれはモルタル違いますでしょモルタルはカッポエラの技カッポエラの穂田の中で使ってるの技術僕いつも言ってる生徒たちに何回使ってあの穂田でそれでちゃんと自分の技術になってなるどう,どうやって勉強するまあ考えて あの、体のボディメカニックスで、この技術どうやって使う何の技術つなげるできるよそれで、あの、先生に話して、ちょっと見てください。僕はいつも生徒の時で、いつも嬉しいよ。なんか、メッちょっと見て、見てもらっていいですかもちろんやりたい。なぜなら、一緒に間違えるとできるは、一緒に、あの、 もっといいことになるじゃない今日のインターネットあのカップエラの勉強すごいいいと思いますよ。もう30年前僕がカップエラ始めてもうインフォメーションとテクノロジー全然違うよ。昔もうちょっと目から分かるよ。でも今はみんなビデオ見てるあんまり多分ちょっと分かんない。意味は悪いじゃない。 今日のあの体の動き、カプレラの技術、もう本当に素晴らしい前。昔こんなぐらい経ってば、えっと、バクチューン、フォリアセカ、モルター、いろいろなことできる。まあ素晴らしいよ。嬉しいよ。カプレラがこの感じになってるよ。けど忘れないで、もしホダで使ってない、まだカプレラじゃない。今も考えてるね。子供結構してるから、いいこと紹介した。 それでテクノロジーはすぐ使えます。すぐ勉強と教えるできますよ。それで生徒もすぐうまくなるよ。僕の意見は、何でも人、な何でもあの格闘技、何でもダンス、何でもテクノロジー使って。悪くないよ。けど忘れないで先生に聞いて、友達に聞いて、それで2人両方うまくなるよ。カップラで頑張ってください。よろしくお願いします。